皆さんこんにちは。私は2020年に購入した GoPro 9をきっかけに GoPro を首にぶら下げウォーキング動画を楽しんでいるものです。今回は前回前々回に引き続き GoPro 本体の向き回転に関連したマニアック系のお話をします。 GoPro に iPhone を固定し iPhone の電子コンパスによる地磁気データを取り込み GoPro 側のジャイロスコープによる角速度および加速度センサーによる重力ベクトルと合わせ球軸センサー融合のやり方で GoPro アニメーションを作るというお話をしました。その結果 GoPro アニメーションのレベルで十分に使えるということが分かりました。今回はその後日談的なお話となります。概要欄に前回前々回の URL を貼っておきましたのでまずはそちらからご覧ください。今ご覧の映像はネックマウントにぶら下げた GoPro から撮影し iPhone は手に持っています。 iPhone のセンサーロガーという iOS アプリを起動し iPhone の電子コンパスを通じて地磁気データを測定しています。前回の動画では葛西臨海公園駅前で球軸センサー融合を試みましたが GoPro の水平維持機能をオンにしていたため録画開始終了時点での水平レベル出しができていないことに気づきました。そこで今回は水平維持機能をオフにし水平レベル出しが容易な東京湾の水平線が見える葛西臨海公園の西渚にやってきました。事前に何回かここに来て試し撮りを行いデータ解析をしてみたのですがどうも地磁気のデータがおかしいことに気づきました。そこでまず疑ったのは iPhone を固定している押さえのジグ。磁石にくっつきましたので分解し磁石にくっつくバネとネジを外しました。バネの代わりに輪ゴムを巻いて iPhone を固定しました。 iPhone が輪ゴムでぐるぐる巻きになっているのがご覧になれるかと思います。それでも地磁気データはおかしいままです。そこで GoPro 本体と iPhone を切り離し iPhone 単独で測定してみることにしました。今ご覧の映像はその動画となります。西渚は中洲というかアイランドになっており渚橋という橋を渡っていきます。後ほど歩いた経路を地図で紹介しますが西渚に渡ってそこで折り返し同じ経路をたどってスタート地点に戻ってくるというコースです。左下のグラフは iPhone の地磁気データのグラフです。縦軸は磁束密度の大きさ単位はマイクロテスラです。縦の黄色のラインは動画に同期した位置を示しています。磁束密度の大きさは地磁気の X、Y、Z 軸成分の2乗和の平方根から計算したもので原則 iPhone の向きにかかわらず一定値を示すはずです。オレンジの横のラインは国土地理院のデータでこの付近の地磁気の大きさ 46.66 マイクロテスラです。前回の動画の葛西臨海公園駅前では地磁気の大きさの振れ幅はプラスマイナス 10% 以内だったのですがここでは倍になったり逆に半分になったり大きく変動していることが分かりました。しかも折り返し地点を中心にしてグラフの形がほぼほぼ左右対称。どうも地磁気データ異常の原因は場所によるものと結論付けることができそうです。さてここで撮影場所を Google Earth で紹介します。葛西臨海公園の全体です。今回歩いた経路をピンク色のラインで示します。葛西渚橋を渡って西渚に渡り同じ経路をたどってスタート地点に戻ってくるというコースです。前回の撮影場所は葛西臨海公園駅の駅前の噴水。西側に見える観覧車を角速度オフセット算出のための遠方目標物とし録画の開始停止時にその向きに GoPro を向けました。前々回の動画撮影は渚橋から降りて突き当たりの波打ち際で行いました。この場所のデータで
iPhone の電子コンパスを使った9軸センサ融合ができるという確証を得ました。さて、火災渚橋のサイドビューに地磁気の大きさのグラフを重ねてみることにしましょう。左側が駅方面、右側が西渚川になります。グラフのオレンジ色の横ラインは国土地理院のデータとなります。詳しくデータを見ていきましょう。まずグラフの左側の駅方面から見ることにします。橋へのアプローチ部分のスロープで地磁気がじわじわ上昇し、橋の端部付近で一旦ピークを迎えます。その付近の写真です。橋の3分の1くらいのところにタワーがありますが、データ上ではこの辺りになります。タワーからワイヤが降りてくるこの付近で地磁気の大きさは最小値を迎えます。そして西渚川の橋の端部付近で地磁気の大きさが最大値となります。写真がこちら。上には肉厚の鉄板が敷き詰められています。やはり気になるのはこの下がどうなっているかです。鋼材でできた橋です。橋の端部の下側です。橋の側面に銘板らしきものがありました。また空洞らしきものが見えます。銘板には建設年月、使用されている鋼材名などが記載されています。調べたところ、記載されている鋼材は船舶や橋梁などに使われる汎用性の高い鋼材のようです。空洞の中を覗くと直径1メートルくらいの巨大な支柱が2本ありました。葛西臨海公園は東京湾を埋め立てて作られたものですが、橋のような構造物の建築にあたっては岩盤層まで届く杭を打ち込んでいると思われます。地磁気はこうした構造物の形状や大きさ、材質の磁気的性質で歪められ、光で類推するところのレンズ効果のような作用で強まったり逆に弱まったりします。弱まる極端な事例が磁気遮蔽、磁気シールドです。写真の右端に西渚にある公園事務所があるのですが、その向こうの橋へのアプローチ部分に地磁気の極大値地点があることが分かりました。この付近には構造物らしきものが見当たりません。この場所はまた後で言及することにします。ということで、西渚での撮影目的は当初東京湾の水平線を利用した水平出しでしたが、今回の現象に出くわしたため目的を変更することにしました。つまりこうした地磁気異常のある中でも9軸センサー融合は可能なのか破綻しないのかということです。さて、実際の動画をご覧いただく前に、前回の動画撮影時からいくつか新たな工夫を加えてみましたので紹介します。今回は首掛けではなく手持ち撮影。前回の動画撮影前に購入した小型の二股連結アームを使って iPhone と GoPro を固定しました。冒頭お話ししましたように、 iPhone を側面から押さえつけるジグのスプリングを外しましたので輪ゴムで固定しました。斜め後ろから見るとこんな感じ。 GoPro の録画開始、録画停止時の GoPro の向きを調整できるよう iPhone と GoPro の間を空け、モニターを見ながらタッチ操作ができるようにしました。 GoPro の裏面モニターにはさらに透明のテープを貼り、油性マジックで中心と中心線が分かるようにしました。 GoPro の設定画面でグリッドラインを入れられるのですが、縦横3分割、中心線がありません。写真の世界ではご存知のように日の丸弁当ではなく3分割法で撮るのが良いとされていますので致し方ありません。 iPhone を押さえているアームの隙間から GoPro 裏面モニターを見ながらセンター出し、水平出しが行えるように配置を工夫しました。もう一つの工夫は iPhone 側、ご覧の iOS アプリカメラアングルというものを導入しました。有料アプリです。撮影の際カメラの傾き状態がリアルタイムで表示されるというアプリです。実際撮影した写真はこちらになります。チルト、ロール、パンの3つの角度が画面の上下左右に表示されます。
これらの角度はオイラー角、つまりピッチ、ロール、ヨーとは数学的には似て非なるものですが役に立ちそうです。この時、GoPro の写真モードで同時に撮影したものです。画角が揃うようズーム倍率を調整しました。ちなみに観覧車の中心は真西から方位角にして約 3.2 度南側に位置しています。さて、今回の西渚での撮影では遠方目標物を東京ゲートブリッジとしました。右隣に見える風力発電施設は方位角にして約 6.4 度のところにあります。画面の周囲付近ではリニアモードとは言っても画面が歪みますが、画面中央付近では画面上の長さを角度として概略見積もることができると考えました。赤の破線が東京湾の水平線から求めた水平ラインです。こちらが先ほどお話した iPhone アプリカメラアングルで撮影した写真。 iPhone と GoPro が固定された状態で同時撮影しましたので、これら2枚の写真を比較することで iPhone と GoPro の軸ずれをおおよそ見積もることができます。ざっくり言うと GoPro と iPhone の軸ずれについてはチルト、ロール、パン、いずれも2度以内に収まっていると見積もれます。では早速動画をご覧ください。撮影は水平時機能をオフにしています。紫色の GoPro アニメーションが3つ並んでいますが、左が3軸、つまりジャイロスコープのみのデータから作成。オフセット補正はかけていませんので、ベースラインが時間とともに傾いていくはずです。真ん中が6軸センサー融合に角速度の Z 軸のオフセットを補正したものです。録画開始時の地磁気初期値以外は電子コンパスによる地磁気データは使っていませんので、渚橋付近での地磁気の影響は受けません。右が9軸センサー融合、 GoPro のジャイロスコープによる角速度、加速度センサによる重力ベクトル、そして iPhone の電子コンパスによる地磁気データを融合させて作ったアニメーションです。地磁気異常がどう影響するか興味津々です。画面下部のグラフは冒頭の動画と同様地磁気の大きさを示しています。オレンジの横のラインは国土地理院のデータです。黄色の縦線は動画に同期した位置を表しています。三軸のアニメーションは若干オフセットの影響が出始めているのが分かります。さて、いよいよ橋に続くスロープに入ります。九軸のアニメーションがおかしくなってきました。ここで最初の地磁気極大値、地磁気の最小値付近を通過します。ここで9軸にまたまたおかしな動き、
いよいよ地磁気の最大値付近を通過します。地磁気最大値の後に小さな極大値地点、ここでも球軸は大きく揺らぎます。地磁気以上が収まると球軸は真ん中の6軸のアニメーションとほぼ同一の向きを示すようです。一方3軸の方はあらぬ方向を向いています。さて先ほどの最大値地点の後の極大値地点ですが、周囲の写真はこちら。周囲に何も構造物らしきものが見当たりません。おそらく地下に橋を支えるための支柱や杭のような構造物が埋め込まれているのではないかと思います。橋を疑う前は正直言ってこの辺りに座礁した鉄製の船でもあるのではと思ってしまいました。正面に見える看板付近で前々回の動画撮影を行いました。この時の動画データを使ってiPhone を使った球軸センサー融合の確信を得ました。ほんの少し撮影場所がずれていたらデータが合わないと悩んだ挙句球軸センサー融合を諦めていたかもしれません。そう考えるとゾッとします。今回の結果では場所によっては球軸アニメーションはほぼほぼ逆さま。これがドローンだったら即墜落です。そこで地磁気異常をうまく回避する方法を考えてみました。ここで使っているセンサー融合の方法は拡張カルマンフィルターというものです。資源数の4つの成分と角速度の3軸のオフセット、都合7つの状態変数でプログラムを回しています。つまりプログラム上は角速度のオフセットが逐次計算されていることになります。地磁気が怪しい挙動を示し始めたら直近の各速度のオフセット値を緊急避難的に使うというやり方です。結構挑戦的な内容ですがうまくいきそうならまた動画で紹介します。さて前回の動画で仮想地磁気ベクトルの作成の箇所で言葉足らずのところがありましたので補足します。6軸センサー融合のところです。まず角速度重力加速度を使って右の枠で囲った6軸センサー融合プログラムを回します。得られた資源数の最終行の資源数成分93の値を読みに行きます。この値を使って角速度の Z 軸成分のオフセット BZ を計算します。レコードタイムは GoPro 動画の撮影時間で単位は秒です。この BZ を角速度の Z 成分に加え再度6軸センサー融合プログラムを回します。ここで得られた資源数を使って地磁気の初期値 M0 を座標変換します。さて先ほどご覧いただいた動画での地磁気の X、Y、Z 軸成分及び大きさのデータです。ブルーのラインが iPhone の電子コンパスで計測した地磁気です。オレンジ色のラインは GoPro の仮想地磁気、グレーのラインは iPhone の仮想地磁気です。地磁気の大きさに異常が見られた箇所で仮想地磁気からのズレがあることがわかります。面白いのは地磁気の最小値を示す箇所ですが、地磁気の最小化に寄与しているのは地磁気の Z 成分であることがわかります。地磁気の向きも含めて橋という構造体によって地磁気が複雑に影響を受けていることが想像されます。動画の最初のフレームと最後のフレームの比較です。三軸のアニメーションですがオフセットが個体観差として比較的小さい。私の GoPro9 でもさすがに10分を超える動画では角速度のオフセットを溜め込んであらぬ方向を向いてしまいました。九軸のアニメーションはまだ地磁気異常を引きずっており完全にリカバリーできていないようにも感じます。また水平線の位置をご覧ください。今回は動画の録画開始と停止時水平をキープしようと
GoPro の裏面モニターにテープを貼ったりするなど工夫しましたが、なかなかうまくいかないようです。もう少し場数を増やせばうまくいくようになるのかもしれません。最後にまとめです。橋という構造物によって地磁気が影響を受け、その結果電子コンパスを用いた旧軸センサー融合が破綻することが分かりました。地磁気が正常に復帰するとセンサー融合によってリカバリーされることも分かりました。地磁気の異常を判断して回避するというチャレンジングな課題が見つかりました。 iOS アプリ、カメラアングルなどを導入するなど、精緻とまではいかないまでも簡便に一定の精度を得る方法をトライしました。今後とも手の届く範囲の費用で知恵や工夫に重点を置いて楽しみたいと考えています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。